4.85X49mm 弾とは、イギリスが個人用武器計画のために試験的に製造した消火器用の実縦である。この消火器は SA-80 系統の小銃となった。4.85X49mm 弾の設計は 5.56X45mm、ナトウ弾を基礎としていたものの、5mm 系の弾丸を採用し、 5.56mm 弾の形状よりも長いネック部分を有する。重厚初速は M1935.56mm 弾よりも良好で、また本弾薬は M193 に匹敵するよう設計されていた。1960年代頃、イギリスでは 7.62X51mm、ナトウ弾の代替として軽量であるが、効果的な弾薬の製作を試みていた。 元々の実験では、280ブリティッシュ弾を原行計し、6 3ト、mm、ルとすることに焦点を当てていた。しかしながら、1960年代には、西ドイツの研究により、5ト、mm、ルか、よりもっと小さな光景を持つ弾薬という概念が提示された。結果、この研究はイギリスを後押しし、彼らの試験弾薬に変えて5ト、mm、ル光景弾を、 使用させることとなった。SA80 用となるであろう 5mm 弾の使用は 5mm 弾の製造が必要であるという考えを決定づけた。4.85X49mm 弾はもともと五 X44mm 弾として開発着手し、これは1970年に製造された。こうした初期の試作品に用いられた弾頭の形状は、 もう一つ別に試験生産されたイギリスの弾薬である 6.23x43mm 弾の一種に使われたものを基礎にしている。実際の弾薬は 5.56mm ナトウ弾の形状をリフォームしたものから作られた。しかし、試験重心の産経に弾薬の後景を合わせるという指示により、この弾薬はすぐに 4.85x44mm 弾に 解消することが決定された。この弾薬の実際の直径は変更されていない。試験が繰り返され、弾丸の薬莢への収容に問題があることが示された。この回収のため、弾薬のネック部分が5ト、mm、ル延長され、4 8 5 x 4 9ト、mm、ル弾が製造された。しかし、生産ラインが新しい弾薬用として完全に回収される前に、 スフ、エンフィールド社は試験用弾薬のバッチを要求した。試験の使用に合わせる手段として、手作業により既存の 4.85X44mm 弾のネック部分が 5mm 延長された。1970年代を通じ、4.85X49mm 弾と L64、65小銃の両方の試験が繰り返された。1976年、 L64-65 兵器システムは公式発表された。公衆がこの兵器と 4.85mm 弾を公式に知った最初の機械だった。1977年、NATO 用の標準装備として新しい弾薬と兵器を探すためのトライアルが進行中だった。イギリスでは個人用武器に 4.85X49mm 弾が装備されると考えられていた。 XL1E1、e、普通弾と XL2E1 栄光弾の両方型量に製造され、これは試験に提供するに十分な数の弾薬だった。イギリスはアメリカ合衆国と NATO が 5.56mm 弾を上回る 4.85mm 弾の特有の利点に注目し、これを採用することを期待していた。4.85mm 弾の兵器としての寿命は、 NATO の試験により 5.56mm 弾用として FN ハースタル社の SS-109 弾が最も良好な能力を持つという結論を迎えた時に終了した。1979年 5.56mm 弾が選ばれイギリスの審査員たちは 4.85mm 弾を公式に廃棄した。この後個人用武器システムは 5.56mm 後継へと 薬室を回収した 4.85mm 弾薬を使用したいかなる国家も他には存在しない 4.85mm 弾には使用中に作られたいくつかの派生型が存在する。ありがとうございます。